日本か日豪をオーストラリア裏を裏でください放射能になりますそれしかないですよ、ねうん、で時和大工は慶応に負けた時のね今日は土浦日大がねやりますやってますね10時半からやるのか、うん、照ノ富士が両膝手術ねあいや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 で小平奈緒がね優秀の美を飾ったと、うん、小平奈緒ね美人でねで広島はね天皇杯では負けたのに J2 にね山梨に甲府に負けたのになんかレバンカップっていうのには初栄冠だとやっぱ強いんでしょうねだからね広島はねサンフレッチェってとこですね、うん、鹿島は今ね J リーグはねリーグ戦は6位に下がっちゃいましたね水戸はねもう最終戦 J2 うん真ん中より下のあたりにいるんですかね水戸の方茨城はプロサッカーの一部リーグに1チーム鹿島ですね J2 その次に1チーム水戸ありますロボッツというのもありますね、うん、バスケットボール茨城 BC リーグもありますよ茨城ね、うん、あと高校サッカーもね県大会茨城大会出てますね、うん、あとなんだこれなんかよくわかんないですけど ね細川さんもね私行きましたよ細川さん の雪の中小泉総理がね、こうサポートして細川守弘の都知事選原発反対東京から原発をなくす応援に行きました握手しました小泉さんと細川さんとね、あなたは間違ってないよって小泉さんに言いましたです原発反対ですからです当たり前のことですから放射能で死にたくないですから今の岸田ちゃんね放射能を増やすって言ってますからねわけわかりないプーチンもロシアウクライナの原発を攻撃しちゃったりするのかしないのか危ない危ない女の人はね、なんですかこれ、LGBT とか少子化とかね、エネルギー問題とか、脱炭素社会とか言うわけですよ、この論壇、言論っていうの出てますから、村上さんと女の人だけど、孤独死まで追い込まれる、結婚できない、結婚したいのに、そういう人に関しては全く言わない、こういう人たちは。他人事だからです。だから、ストッパチですね、NHK も言いませんから、他人事なんです。信用できるようになるんだそんで、なんすかこんなの分かんないですよ。ちいかわなんて分かんないですよ、これ。なんか、イラストレーターの長野さんという人が、うん。ツイッターで連載している漫画だそうですよ、これ、ちいかわなんて。ちいかわなら知ってますよね、チーズかまぼこですけど。こんなのだって、目覚ましとテレビに出てるからって、こんなのだって、フジテレビの宣伝じゃないですかね。うん。ちいかわなんて知りませんよ、これ。ちいかわですよ、これ。うん。あれは面白いですね。なんかちょっとなんか猫がね仕事するっていうやつ。あれは面白いですよね。うん、なんかこのちいかわっていうのはなんかちょっと絵がね上手すぎる。うん。ちょっと左右対称すぎる。もうちょっとこうひねくれてね崩れてたもんですよ。でフリーライターのね鶴見渡さんという人が3つ年上ですけど、人間関係は半分降りると書いてあるんですけど、この人はやっぱりこの対人恐怖とか。最初びっくりしましたけどね、この完全自殺マニュアルとか出しちゃってる人で悪い人かと思いましたけど、実はねこの本当はね生きてもらいたいと不器用な人間にね生きてもらいたいってことで、なんですかこれ、つながり作りの場、不適応者の居場所なんていうのをね、57歳鶴見渡さんとフリーライターね、うん、決裁の際で、住むです、渡ると読むんですね。読めません。私の字も読めませんけどね。長いで竹って読むんですよ。うん、そういう意味で。だ本当に生きづらいんですよ、本当に。大企業化社会、組織化社会しちゃったんで、組織にいる人は、こう、
仲間も増えてね、金も増えてね、生きていくんですけど、そこから脱線した人はね、うん、オフコースなんかね、オフコース脱線してもね、金持ちになっちゃったね、親父、おじさん、声の高いおじさん、あの日あの時あの場所でとか言うね、おじさん。で、私柿は嫌いなんですけど、茨城は柿もね名産だっつって、梨は大好きなんですよ、梨とみかんが大好きなんですよ、ね、で、この茨城の新川ホタテね、この荒川ですかね、1991年生まれ、東大法学部卒、この東大法学部卒の人が僕らの時代で3人出てましたけど、この人の、ね、このシンデレラのようにね、シンデレラはね12時になったらこう元に戻っちゃいますけど、この人は元に戻んないでしょうね、うん、もうすごいですよこれ、うん、元彼の遺言状とかね、競争の番人、月9にね、作家になっちゃいます、原作作家、だけどこの人がね、なんかこの人土浦日大じゃない、土浦一高じゃなくて土浦一高か、一高に入った高校生の時はでももともと西日本の方から来た人じゃないですかこれ。そんなのに、国道沿いのチェーン店、子供の頃は地元出たくてたまらなかった国道沿いのチェーン店、大型ショッピングモール、ゲームセンターに映画館くらいしか娯楽がないって書いてありますけど、これだけあれば十分ですよ本当に。もうこの頭が良すぎたんでしょうねこれね、進化ホタテはね、今宇宙まで行っちゃいますよこの人多分。今あれでしょ、シカゴかどっかとこうあれでしょ、外国日本人と結婚したのか、でもなんかこう行ったり来たりするんでしょこれね。あ、米国で生まれ、アメリカで生まれたんですよもともとね。だって国沿い沿いにチェーン店があって、大型ショッピングモールがあって、ゲームセンターに映画館があったら十分ですこれね。6号でしょけどね、国道ね、だって子供の頃は地元出たくて、アメリカ生まれだからアメリカなんですか。じゃあね、わけわかんない、これ土浦のことじゃないでしょ、だってわけわかんないですね、こう行ったり来たりしてるでしょうね。進化ホタテ貝、1991年67年私より25歳もした。だからこの人は子供の頃はね、もういっぱいセブンイレブンとか、なんかみんなこうなんだこういろんなこうね出てたわけですよ、こうなんだウェルシアがまだ長崎屋じゃなくてね、何ヤックスが千葉薬品だったとかね、もういろんなこう、でも何ですかね、この進化ホタテさんは何が欲しかったんでしょうかね、これだけあってね、地元を出たくてたまらず、親の職業、子供の成績や進学先や近所みんなが知っている、これ複雑ですけど、退屈で鬱陶しい、これでね東大法学部出ちゃいますから、これ嫌われますよ普通はね、これ40か50か60になった時に嫌われるんじゃないですか、今美人作家でね、まんまさん作家なのか、でもこれね、これ土浦敵に回してるようなもんですよこれね。で茨城新聞に載せてんですから、すごいですよね、これなんかだから、こういう人は東大法学部とか受かんないで、こう落ちて反逆すればよかったんですよ、これじゃ単なる嫌がらせですもんね、進化ホタテね、まあ、どんな人か知りませんけど、まあニューヒロインですよこれ、ね、日本人のニューヒロイン、あとなんかこれね、ペリリュー外伝って、ペリリューね、パラオのペリリュー楽園のゲルニカスピンオフ作品を作ってるらしいですけど、武田和義さん作で、平塚さんという人がね原案でね、ペリリューとかね、そういうで、私のね死んだ父親の死んだ兄貴がね、年の離れた兄貴がこの生き残りだそうなんです、隊長でね、すごいこのテレビとかね NHK とかなんかいろんな取材がいっぱい来たそうですね、この平塚さんという人が取材した本に名前載ってますねこれね、だからおじさんがねそれだけのこのかなりね
死んだ中の生き残りで隊長やってた人ですから、私も YouTuber としてね、困難救助隊隊長としてね、直しますよ。だから結婚したい人も結婚できる社会しなくちゃ、80、90当たり前、120歳でも結婚できるようにしなくちゃ、子供だってできるんですから、これ。うん、電通なんかね、だって、で高橋源一郎はね、女にスケベだから嫌いなんですけど、僕らの戦争なんだぜとか言って、反戦主義はそれ当たり前でしょうけど、サイレントアース、生態系を虫が支えてるんだそうです。短歌の松村ゆり子さんという人がね、短歌もやったことあるんですけどね、やらせてもらったことあるんですけどね、月々の会費が、3000円だったかな、10、まあ高校生の頃だからね、新川さんもね、だからなんかすごく繊細だったんでしょ、これ、デリケートだったんでしょ、これ、頭も良かったからね。私は確かに傷ついていた、地元にいたあの頃、なんで傷ついてたか、子供家にどうにもならないことが多すぎた、傷だらけの幼い自分をそっと抱きしめるような温かく清々しい読後感でもある。海が聞こえるっていう氷室冴子のね、これティーネイジャーの本ですね、これね。それをね紹介してます、でもそう言いながら、だ突っ張りなんでしょうね、この人ね。東大法学部なんか出る人はね、多分真面目なガチガチな人にイメージがあると思ったら大間違いです。突っ張りですから、三原純子ですから、まるで、で突っ張ることは男の、まあいい、そういうことで、だからこんなこと書いてあるんですよ。がむしゃらに20代を過ごして、ところが30歳を超えて初めて地元を懐かしくしみじみと思い返せるようになったっていう、突っ張りですね。だからこの新川ホタテって言うんですよね、突っ張りなんですよ。だからしょうがないです。だから長いスカート履いてね、こう髪の毛もじゃもじゃさせて、こう言ってから、何だよてめえこの野郎とか言って、でヨーヨー片手にこうやってこうパーってやって、斎藤由紀みたいなやっちゃうような人だったんですけど、でも時代が違いますからね。1991年の人ですから、私のね同い年くらいの、ね、人なんかだってマッポの手先ですからね、スケバンデカーですからね。でヨーヨーやって、こうやってヨーヨーやって、なぜかこうやってゴーンってやったら、こうやってこうやってやって、こうカーンってやってて、こうやってやったら、テルルルルルとかってやったらピューンってやったらバーンですからね。でなんだ、遠藤さんっていう人がね、なんかね、三姉妹で、敵の三姉妹だったんだけど自殺しちゃったりしてね、で岡田由紀子とかもね自殺しちゃったりした時代ですけど、新川ホタテさんもだから突っ張りだったんですよ。だからこのなんかこのなんですか、こう長いスカート履いてね、でその次の世代は逆に短いスカート履いてパンツ売っちゃったりね、ブルセラ青いパンツ売っちゃったりねしてたわけですよ、うんこつきでね。でおじさんが、おっさんら、まあ女のおばちゃんかもしれないですよ、あの LGBT ですから、 Q ですから、こう田舎の匂いとか言ってね、まさに茨城県ですよね。だってこう組んでね、こうやって畑にこうだね、こうやって巻いてね、それで生態系が保たれてたんですよ。黄金のね肥料です、人糞のね肥料です、で分かんなくなっちゃった。今全てね、プログラミングされたね、このプログラムの中のこの装置ね、システムの中のこうあれですから、あれと同じ、なんかアメリカの映画のコメディアンがやった、なんかこう、こう なんていうんですかね、忘れましたけどね、全部ね、こう舞台装置でね、外に本当の世界があるんだけど、舞台装置の中が本当の世界だと思っちゃったやつと同じです。なんかタクシーみたいな名前のね人がやった映画ありまして、これはね、こういう特撮なのか本当なのか分かんないですよ。これ学校の先輩、長州力
これ見てください、これ長州ね、でーん、ほらすごいですよ、おばあさんと子供2人ね、なんかこう舞い上がれに出てくるようなね、子供2人みんな担いじゃう、専修大学はそういう強さが必要なんですよね、うん、何ですかこれね、人手不足解消へ林業も入ってかかって、これ茨城県のすごいところで林業、これね都会、東京の新聞には出ないでしょ、ここまで深く、いかに茨城新聞が東京の新聞よりも総合的に広いかっていうのが分かるでしょ、うん、だからあの茨城県をね、あの下げずんじゃってね、あの再開とかしてねしちゃうんですけど、本当は東京の新聞より茨城新聞の方があの内容が広いですから、これ読んでる人じゃないと分かりません。だからこれもね、あの四国四足歩行ロボットとかにね、こう林業やらせるとかね、だから風俗店とかソープランドとかもうみんなあの分身ロボットにやらせちゃえばいいんですよ、やってもらえば喜んでやってくれますから、喜ばなくてもあの素直にやってもらえますから、うん、金が欲しくてやってるわけじゃないです、素直にやってくれますよロボットの方が。であのブルセラーパンツとかね、あのこう嗅いでもね香水の匂いがするかもしれないですけど、あのまあ機械の匂いがするかもしれないですけどね、あの油の匂いが、でもねあのうんこ臭くはないと思います。あとはね、なぜウルトラマラソン100キロ33歳の下地太田の人が出場して自己ベストを8分以上縮め、すごいですね、こうやってあのなんだか走る人もいますからね、茨城県に世界女子団体で銅メダルだそうですよ、走っちゃいます、ね、北茨城ですね、北の茨城の方ですね、北の茨城の方はきっと走るところがいっぱいあるんですよきっと、仲良くしよう、北と南、東と西、ロシアとウクライナもね、本当にプーチンの人がなんか知んないですけど、なんでもねえ、なんであんなに面積あるのにもっと広げたい、あとみちょぱとかいう人が、29歳の大倉さんと結婚したそうですね、偉いです、利口です、あとはおう、というわけで結婚したい人は結婚できる社会にするためには一人の男性と一人の女性がもう早く結婚してもう晩婚にしちゃった日本が悪い、本当はねこれみんなして集団訴訟して、あ今までこの結婚できなくて死んだ人はみんな遺族も含めて、遺族がいないのかもしれないですけど、もうみんな国に、損害賠償一人100万円くらい、1000万でもいいですよ、潰してしまえ国、なんかアナキストじゃないですよ、うん、ノーパンしゃぶしゃぶじゃないんです、パンツがアナキストってことじゃないんです、眠たくなってきます、まあね、で子供が早ければ早いほどいいんですよ、子供がこうできて、そんで、で尊敬し合ってる本当の結婚をした人は別れるわけないですから、愛し合ってるんですから、付き合ってるんですから、好きじゃないから別れちゃうんですから、嘘つきなんですよそういう人たちは、みんなどっちかが嘘つきで、あの DV とかねやっちゃったりね、それもかわいそうですけど、でも昔の女の人の方が強かったから、アル中でもね薬中でもね、旦那をね病院とかそういう専門のね警察みたいな組織に入れて頑張って治せっつってね、で昔はね父ちゃんと母ちゃんとか男と女が男がねこうやって物投げたら女も物を投げ返しましたから、で家の中めちゃくちゃですからこれ、うん、それだけ昔の女は強かったんですね、うん、女が弱くなっちゃって、なんつうのかな、男も弱くなっちゃって、うん、で私なんか弱い方ですから、本当に お分かりでしょうけど、
周りはみんな強かったですから、うん、殴ったら殴り返してましたから、女の人だって、うん、そういうね、女のね人の方がね、みんなね、なんだか知らないですけど騙されちゃったんですね、うん、どうしちゃったんですかね。フェミニズムなんかいらなかったですよ、女の人強かったから。昔は3人でも4人でも5人でも産んだってへっちゃらだったんですから。でさっきの長州力みたいに、あの 肩で2人でこうやってこう乗せられたぐらいのあれですよ、これ米俵だったら担いじゃったんですか、昔の女の人は。今の女の人なんかだって、これなんですか、これポキッと折れそうな足でね、そんであのノーパンしゃぶしゃぶとかやってね、でパンツ見せてんですか。なんでノーパンなのにパンツ見せてんだよ、間違ってんだろおめえとか言われちゃうんですね、うん、でランクパーティーで120、なんでか分かります、あの一人の人に魅力がないからですよ。だからこう誰でも同じかなと思ってこう次から次へと行っちゃうんですよ。ニューシネマパラダイスになっちゃうんですよ、うん、ディファレンスですね、最下を求めちゃうんですね。で同じなんですよ、結局人生の成功した人っていうのはサクセスですよ。成功したってセックスじゃないですよ、サクセスですよね。まあ他の言語じゃ何て言うか分かんないですけど、成功した人は本当にね、人間幸せに暮らした人か、幸せだった人は一人の異性ですよ、一人の男性と一人の女性が結婚して子供を2人も3人も4人も産んで、若いうちに結婚してからずっとおじいさんおばあさんになるまで、おじいさんおばあさんになるまで、こうそれこそ今日の縁側ですよ、これ今ちょっと日陰に入っちゃいますけど、日向でね、こうお茶でもコーヒーでもいいですよ、何でも、この、うん、紅茶でもいいですよ、これレモンティーでもいいですよ、うん、夜中だったらね、あの月見ながらね、すすき飾ってワインでもいいですよ、この日本酒でもいいですよ、これ焼酎でもね、ビールでも何でもいいですよ、こう二人してね、こうやってなあ、じいさん昔はな、頑張ったよな、今もいやいや、おじいさんいいよ、そんな頑張んなくてもよかったんだよ、あんたがいればよかったんだよとか言ってね、あばあさんちょっともっとな、俺頑張ればよかったんだけどなとか言って、いやいや、ばじいさんいいよいいよ、俺はじいさんがいるだけでよかったんだよってね。で、あいつからあのジェンダー平等でしたから、男も女も茨城県なんか俺ですから、俺んちはよとかね、女の人も俺だったんですから、それだけ強かったんですから、うん、なんでこんな弱くなっちゃってバカバカでね、で120人で乱行パーティーするようなね、うん、で夜中酒ばかりかくらってね、色黒になっちゃってるようなね、坂上忍ね、ちょっと中江じゃない、中井か、スマップの中井、なんて言いましたっけ、あの人忘れました、うん、キムタクは好きなんですけどね、木村拓哉、中井なんだよ、忘れてたんだよ名前ね、とにかく坂上忍みたいにね、ちょっと危険ですね。また昼間真面目にやってた頃は真面目にやんなきゃと思って治ってきてたのに、またちょっとテレビちょっと垣間見たんですけどね、ちょっと違うところね、うん、ちょっと外部のね、そうしたら出てましたけど、また目にクマできちゃってね、肝臓がね危ない顔になっちゃってます、ね、むくんじゃったから、まあ、人のこと言えませんけど、だから一人の男性と一人の女性が結婚して2、3人4人と子供を産んで、それでこう苦労しながらも若いからこうバリキャリますから、これ、うん、でみすみすね、あの子供を見殺しにしたりしたら日本人全員あの殺人者犯人ですから、もう裁判になっちゃったらもう相手がね再起不能になるまでねかっぽじってやればいいんですよ、ぶん殴ってやればいいんですよ。で離婚弁護士とかバカですから、あんなやつらね、うん、であの小室なんとかさんの方が、母ちゃんはバカですけど、あのなかなかねアメリカのねなんか法律の弁護士のね、3回目で受かっちゃうぐらいですから、日本じゃないですから、うん、まああので妹さんのね加古さんは可愛くてね、こうやってこう「あなたも狼に」、そんな人間がバカだったんですよ、男も女もバカ、本当にね。そんでね、なんかこう一部の人をねスポーツとかね、英才教育してね、ノーベル賞だとかね、アメリカのダイリングだとかね、うん、
MBL じゃなくてなんだっけ、メジャーリーグベースボール MLB とかね言ってね、で日本人すごいとか言ってね、バカ言ってんじゃないよ、お前と俺は喧嘩もしたけど一つの屋根の下暮らしてきたんだぜ、バカ言ってんじゃないよ、お前と俺は一日たりとも忘れたことだとなかった俺だぜ、よく言うわ、いつも騙してばかり、騙すからいけないんですよ、これ裏で卒業用とか言ってね、あばきびき、キノコとか頭でね、何なんですかビートルズこの野郎、お前たち何やってんのビートルズこの野郎、じゃんじゃんじゃん Help Nobody body Help Nobody body Help me、じゃじゃんじゃらんじゃんじゃじゃんじゃんじゃんじゃじゃん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 、なんでこうね、歌謡曲っていうのはあの裏でね、独立用とかね、あの卒業用とか言って、なんていうんですかね、共謀してね、離れるね、青い稲妻とかね、もう恋なんてしないとかね、悪い人間をね、いい人に見立ててね、大丈夫僕ちゃんとか言うんでしょうかね。情けない。悪は悪。離婚するようなやつはどっちかが悪だし、両方悪の可能性もある。それだけですよ。だから本当にいい人が2人集まってたら、結婚したら別れませんよ。ああ、どんなことがあったって。あとどっちかが悪、どっちも悪ってこともある。そんでこう、あの時間差乱交、時間差フリーセックス、タイム時間差って何て言うんですか、タイムクロス、モトクロス、あのとにかくね、いいんですよ。だから スマホでこうやってこう、あんちゃんとかね、ブラザーとかね、なんか言えって言ったらね、 I'm fine thank you とかね、な、 sit down please で終わるんですけどね。だから一人と一人の男性と女性が早いうち10代でいいですよ。もう結婚して昔はそうできたんですよ。そんで3人4人子供産んで、そんでこう家族としてね、家庭として仲良く過ごす。そんであのじいさんやばあさんやってて、で片方が死ぬ時は涙を